お、アリサの絵日記。絵本を読んだ狼がおばあちゃんのふりをして女の子を食べちゃうの。怖くなっておじいちゃんの部屋に行った。おじいちゃんはアリサを必ず守ってくれるわ。おじいちゃんは辛いから狼なんかやっつけちゃう。ずっとずっとずっと一緒にいようね。おじいちゃん愛してるアリサ。もうあかん、なごさんの声が面白い。どういう仕掛け。開いた。え、日記読んだら開いた。毎度開くたびに読んでるんやろうな。懐かしいわ、思いながら。なんかあるかな、なんもないか。なさそう。怖いな。すごいな、絵ばっかや。多分全部アリサが描いたやつなんやろうな。やろうな、さっきの背景もアリサのあれや、絵やったしな。怖っ。やっぱ孫にはあんまいない。大好きやねんな。うん。あら、また戻ってきた。お、なんで急にこんなパニックなってんの。あ、おじいちゃんかな。じじいや、じじい。おじいちゃん。さっきのやつやな、貞子。愛する娘アンを失ったお前の絶望と怒りはよくわかる。私もまたアリサを愛するあまり父親フィリップを憎み殺害した。まともだよ、全てはお前が企んだのか。400年の時を超えバローズ公爵を蘇らせ、私と一つになりアリサと契約の儀式を結べというのか。あの可愛い孫娘アリッサの胸に私自身の手でナイフを突き立てろとな。笑ってる笑ってる。それもいいだろう、アリッサと永遠に一緒にいられるならば。さあ来い、バローズ公爵、我が体内に入り契約の儀式を結ぶため共にアリッサの元へ帰ろう。やばいやばい。やばいやばい。あら、妙にリアル。暗くなってる。楽しそうやな、また。つまり、あの変態紳士だな。Yeah.
かなければね。これまた駆け抜けなあかん感じ？どうやろう。どうやったっけな。またやらなあかんかな。ちょっと行ってみる。まあ、ぽいね。いやわ。レディーゴーゴー。あ、いいよいいよいいよ。オッケー。頑張ろう。はーい。多分この戦闘が最後になるね。2対1111やな、うん、連続対戦。なるほど。うん、 OK OK。 いらん。いやいや、検診画面は大切よ。検診？変身。転身してどうすんの。ぐーっと緑になってんな、空は。際どい、際どいよ。ちょっと見えてる。ちょっとく黒いパンツかもしれない。いや、パンツかもしれんね。あ、そうなんかな。黒パンってのも好きよ。黒パンって黒パン。体力が少ないね。うん、言うて20何人やねんな。あ、そうそう、そいつワープするから気ぃつけて。ドキリくんのがめんどくさいな。あ、来た。あの、離れて離れて離れて。分かんの？本当だ。竜巻の時は壁際まで行ってそっから攻撃、中心で回ってるからそれ狙えばいける。前に来るから分かりやすいんちゃう。おお、あ、来た。壁際まで行って、うん、そっから。間違えた。いや、ちゃんと合わせないと。聞きおるかな、自分から。あ、いや、放たず待っとこ。多分自分から聞きおるわ。ジャッキーの後の言葉が分からへんかな。何泣いてあげる。おお、やったみるかな。やってみるに聞こえる。やってみるか分かんない。あ、来た。オッケー。
スイヤホン聞いてる？来るのこれ。もしかしたら、うん、多分来ると思う。来ないよー。行こっか。女子でも来るのやった気がすんねんけどな。おっほほーい。あ、でも消えたら前に来るっての分かってるからそれ利用して狙っとくのもありかな。ほら、あ、来た。離れて、お、いい感じちゃう。あ、当たった。あ、無理や。この子めっちゃ弱いな。あとちょっとやればいいだけや。動いた。前、絶対前に来ると思う。もうあと止め攻撃せるんでええと思うわ。あ、いやいや、すごい怖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 い。そうやな。あ、来た。あとは1だけ確認して。あ、外れた。違う、あかん、もう向き調節難しい。はい、カメラ動かしたっけな。無理やんな多分。離れてるから、そういう時に使ったものが。あ、来た。あ、そっちやな。そっちそっち。位置が調節的に。あんまし近づきたな。ちょっと、うん、でこれこっから位置取られへんのめんどくさいな。あ、そこら待っててみ。あ、あかん。おお、だいたいやっぱ前から来るから逃げてからスタンバっててもいいかもしれない。あ、いい感じ、いい感じ。いいよ。オッケー。うわー、怖っ。狙ってから動かせればいいねんけどな。そやな。怖っ。あ、怒ったこと、お兄ちゃん。俺の妹。それ言ったらよくも出るね。切り刻んでやる。はい、行きますよ、2回戦。シザーマン。シザーマン、37人。
ざひざまだけに。あー、シザーマンって出てくるのよ、クロックタワーシリーズで。そう、こういう動きすんねん。シャンシャンさせながらな、近づいてくる。あ、離れて離れて。オッケー、そのぐらいから行こう。無理やった、当たれへんかった、ギリギリ避けられた。ああ、あこちゃん、あ取られへんのね、取られへんの、そうやねんな、取られへんのね、知らんかった。カバを引け、わかんない、なんか言ったな、カバーしてあれめちゃ攻撃範囲広いんよ。おお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 私らじゃない、私と。あの間抜けはさっき行けたからだいぶ回るよ。うるさいぞシザーマン、シザー来た、はい、これはだいたい向いてくれるのかな、なかったな、ちょっと忘れちゃったかな。お、あかん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 、逃げて。あ、いけた。いいよ。よしよしよし。二つ目。三つ目。届かへんねんな、こっちまで。ほら。ほらほらやってるから。これなんぼやろ。あと二つぐらいか。いいよいいよ。行きたいな、これ。よし。やった。いった。結構お兄ちゃん体力高いから。あと1回だね。頑張る。うん。こっちから来る。こっちから来る。はい。おおおお。ポポポポポ。お兄ちゃん。アホだった。アホやな、踊ってる。わわわわわ。あ、来た。結構奥まで。うん、そこまでおったらいいんちゃうかな。で、待っといて。あー、当たるか、そこ。あそこ、ちょっと壁より出ててんな。さっきのベストポジションやったな。なあ、ほんまに良かった。おお。怖い怖い。お見せし。あ、来た。やばい、どうしよう。
や多分調節せんでも大丈夫そこ。あー惜しいな。これって妹から？いやお兄ちゃんからじゃなかったっけな。そんな鬼畜か。体力回復してたからお兄ちゃんからやと思うけどな。あ、お兄ちゃんから。その角ぐらいか。いけるか。あ、お、いけた。よし、ためとこ。もしかしたら、もしかしてだけど、あれ、もしかしてだけどハマっちゃったんじゃないの。やばい、ハマりよった、ハマりよった。よしよしよし、やろうやろうやろう。あ、ほーってきたな。うん、ちょっと焼ければいいと思う。ハマったな、今。ハマったな。うん、実況でこんなんあるんやん。あ、やばい。うん、撃ってからよけよ。よし。やばい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 。あんなん初めて。嘘やろ？そこでやる？あ、でも撃てた。よかった。邪魔！撃ってほしい言うてる。やばいやばいな、実況向けの。あんなあんな、なんでんな、詰まったな、避けてこいや。たまにあるよね、でも自分もあるし、相手もあるし。よしよし、うん、そんな感じでいいと思う。何やってんだよ。あ、外れた。あかん。おお、自分から言ったな。言っちゃった。カマを押す。やめて。やして。おやめになって、おやめになって。お見せしよう。そこの位置いいな。端から行こう、端から。あ、に端行くべきやったな。わあ、お前もか。遅いにこそってや。変態よい。あ、来た。どこ。うん、そこら辺しかないやろうな。行っとく？行っとく。ああ、あ、いいんちゃう？そこをどうせ当たらへんし。いいねー。ガガガガ、フォー言うたらもう逃げなあかん。あ、おー、いいとこ。橋行こう、橋。あかんかん、もう一回かんて、うんうん。つまらないかな。いるかな。つまらないかな。何で疲れくんの。何で疲れくんの。つまらないかな。つまれよお前。ほんまにそれ。あんな、なんでんな。こっちの方が体力でもあるから、まだチャンスはあるある。あ、もういっちゃっていいかな。あ、いいんちゃう。お、止まった。おお。行こう。いいね、もういけるね。いける。あえて離れん方が良かったかな。なあ、結構冒険になるけど。痛そう痛そう。これで俺の勝ちだ。妹のために
祈りを捧げろ、アリサ。お前待ってる待ってる。でも楽しそう。もうデニスの顔が笑いけんねんね。はあ、お疲れ。ありがとうデニス、ありがとう。何してんだよ、助けてくれたのはお前じゃねえか。それにしてもそういうな血だらけんとこで楽しそうやな。魔の者の配下を全て倒すとはさすがだアリス。だがまだ私が残っている。ママを助けなければクロックタワーの頂上まで上がってこい。おじいちゃん、おじいちゃん、あの男の正体はおじいちゃんだったのよ。行くわデニス、ちょっと待ってよアリスちゃん、俺が男だってことを知ってるくせに。でも私は必ずママを助け出してみせるわ。じゃ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 軽いな、じゃさてさてよ。あ、でもムービー始まっちゃうかもな。というわけで、ラスボスがこれは大変なのよ。お私いつも1時間ぐらいかかるから。さすがに1時間は無理なんでね。多分もっとかかるやろうけど。ちょっとちょっと読んだら終わりましょうかい。はい。結構進んだね。進んだね。どっからや。硫酸男から？うん。一気に斧男でシザウーマン、シザーマンか。よかった、今度はカモ男、カモ男。そうやな、私なんか頭の中でずっとカモ男になってんのよね、あいつが。まあ、カマっぽいのもあるかもしれない。まあ、な。というわけで、もう次。そうやね、ラスボスですね。はい。なんとか。頑張るよ。どっちで終わるかな。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見ていただけると嬉しい限りです。次はどうやろうな、猫塚さんいるかな。いるかな。いやでも最後やし、いないかな。もうあれやったら強制的に。そうやね。強制集合させて。今回はいなかったんでね。はい。もしくは別のやるとか言っときながらこれ行くみたいな。ずるずる。まあ、猫塚さん苦手だからね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイチャ、バイチャじゃない、バイバイ。バイバイ。なぜバイチャになった？バイチャ。あ、君のが映ったんや。バイチャ。